皆さんこんにちは。今回は予約商品のご紹介です。2024年10月29日入荷予定、クラウン18歳以上用エアーコッキングショットガン M870 総動負、単発発射でコッキングが軽くて引きやすい870総動負。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。全長約555ミリ、重量約562グラム、装弾数11発、内部に BB 弾200発ストック可能、弾丸6ミリ BB 弾、可変ホップアップ機構搭載、単発発射、スタイルはショットガンですが BB 弾は1発ずつしか発射されないタイプで、単発のためコッキングが軽くて引きやすくなっています。また総動負モデルでストックを切り落としバレルを短くした大変取り回しの良いエアガンです。フォアハンドを引くことにより BB 弾を発射するのでバッテリー等は不要、別売りの BB 弾さえあれば購入後すぐに遊ぶことができます。可変ホップアップ機構を搭載しており、18歳以上用のパワーを持つため長い飛距離を誇ります。マガジンの装弾数は11発ですが、内部に BB 弾が200発ストックでき、ルート内の BB 弾を打ち切った後にはストック内の BB 弾を使用できます。使い方がシンプルで軽く取り回しも良く、価格も安価なのでエアガンの世界に触れてみたい場合にはおすすめの一丁です。模型パドック販売価格は3800円、税込み。さていかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。今回は2024年10月29日入荷予定、クラウン18歳以上用エアーコッキングショットガン M870 総動負のご紹介でした。ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。